今指輪をつけようとした時、佐川の顔を見たでしょう。え、違うんですか？せっかく最高の表情を見せてあげようと思ったのにな。阿賀野方慶順洋館の佐川です。かの対戦ではいろいろあって役に立てたような立てなかったような気がしますけど、こうして戦う機会を与えてくれたこと、あなたにも仲間たちにも感謝です。はい。阿賀野方慶順洋館佐川ですよ。あなたが指揮官？なるほど。野代姉さんがあなたのことを好き好きになるわけですね。私も好き。おはようございます。あ、ここはおしとやかにご機嫌ようの方が良かったりしたのではなくて？ご機嫌よう、あなた。今日はいつもより元気そうで何よりです。まあ、また会いに来ましたね。そりゃ佐川のことが気になってしょうがないですよね。私もあなたのことがいろいろ気になったりならなかったりしていますよ。まあ、今日も私に会いに来ましたね。たまたま通っただけ？またまたご冗談を。私がここで待っているのを知ってたくせに。あ、今佐川のことを見てましたでしょう。佐川は可愛いですもんね。ずっと見ていても飽きないもんね。何でも任せてくださいね。戦闘だけでなく、あなたのサポートも、私、余裕でできるもん。銀杯したいところですが、それはダメなので、お仕事をちゃんとできたご褒美をいただけますよね。お菓子を一個ちょうだい。ちょっと照れるな。まだお仕事中なのにな。さっきから手が止まっているって？ああ、そうでした！軽いものでも作ってきましょうか？食べてるだけに見えるかもですが、料理を作るのも大の得意なんですよ。野代姉さんはあなたのことが好き好きなのに、あまり好きって言わないですよね。佐川にはよくわからないです。今佐川のことを見てましたでしょう。でしょでしょう。事故ですよね。ごめんなさいとか言わなくていいから。佐川のこと、もっと意識していってくださいね。頭ポンポンですか？まあまあ。任務が多いですよね。私がサポートしてもなかなか終わらないですもんね。私ともっと一緒にお仕事がしたいから任務を残しているんでしょ？わかっていますよ。任務完了ですよ。抜け漏れは、ああ、ありました。ちょっと確認してきます。任務完了しました。落ち着いてじっくり時間をかければ大丈夫だもんね。
メールですね。私が読んでもいいですか？おかえりなさい。勝ちました？まあ勝ったに決まっていますよね。そうじゃなかったら出迎えてるのは空気を読めてないことになるもの。おかえりなさい。振り返りをしましょう。その後は獣王菓子が待っていますから。私のことを放っておいてって言ったでしょ。話を聞かない人は嫌いよ。まあ、今日も会いましたね。そういえば、なんだかこの母校にやってきてから、あなたとは毎日会っているような。指揮官ですから、当然ね。また会いに来たんですか？のしろ姉さんに知られてやきもち焼かれても知りませんよ。どうぞどうぞ。今、お茶とお茶受け。私の大好きな獣王菓子を持ってきますね。あなたが私に毎日会いに来る理由はもちろん知っていますよ。勘違いなんかじゃないし、私がそれを言っちゃったらつまらないもん。そこはね、あなたが佐川のことが好き好きって大声で言うべきではなくて？本当に言うんだ。そりゃこういうのを面と向かって言われたら恥ずかしくなりますよ。それともあなた、私のことを今までずっとからかっていたんですか？私はその、ずっと本気なのに。本当はあなたのことが好き好きって言いたいんでしょ？代わりに私が言ってあげるから、お返しをしっかり考えておいてくださいね。あなたが決めかねている間に、どんどん好き好きが増えていきますからね。今指輪をつけようとした時、佐川の顔を見たでしょう。違うんですか？せっかく最高の表情を見せてあげようと思ったのにな。佐川のことを見ていないで、次は一緒に委託組の出迎え、でしょ？委託組の出迎えは、野代姉さんも呼んできましょうか？能力上昇ね。戦場でちゃんと確認した方がいいのではなくて？臨機応変に、円滑に対応、ですよ。まずは佐川から参ります。勝ったー。さあ、佐川のことを褒めるんでしょ？どうします？佐川が1位。佐川はよく頑張った。佐川お疲れ様。佐川が…なに？まだ決めていないんですか？負けてしまいました。もう、どうしてですか？精一杯頑張りますよ！こんなところでくじけませんよ！いらっしゃいませ。私に会いたくて会いたくてやってきたんでしょ？じゃあこっちもしっかりおもてなししないといけないね。おいしくふわふわお団子、あなたも一個、私も一
個、残りは二人で半分こ。おはようございます。中央菓子がいっぱいで幸せ。あなたも佐川と一緒に幸せになりませんか？はい、これをどうぞ。お団子が美味しい。これだけでも3日は生きていけるもん。3日後は飽きちゃいますから、八つ橋でお願いします。ご注文の品物は、またつい食べちゃってました。私ったらもう。せっかくの模擬店ですもの、メニューを全部覚えとかないと。あとでいっぱい作りますよ。はい、ご注文はいかがですか？もう？佐川は可愛いですからね。今は気分上々ですね。任務が多いですよね。私がサポートしてもなかなか終わらないですもんね。任務完了ですよ。抜け漏れは、ああ、ありました。ちょっと確認してきます。メールですね。私が読んでもいいですか？お待たせ。熱々のお茶を持ってきました。あ、湯飲みを忘れちゃった。どうしましょう。私のことを放っておいてって言ったでしょ？話を聞かない人は嫌いよ。まあ、今日も会いましたね。そういえば、なんだかこの母校にやってきてから、あなたとは毎日会っているような。指揮官ですから、当然ね。また会いに来たんですか？のしろ姉さんに知られてやきもち焼かれても知りませんよ。どうぞどうぞ。今、お茶とお茶受け。私の大好きな十王菓子を持ってきますね。あなたが私に毎日会いに来る理由はもちろん知っていますよ。勘違いなんかじゃないし、私がそれを言っちゃったらつまらないもん。そこはね、あなたが佐川のことが好き好きって大声で言うべきではなくて？口にって、いきなりキスとかはさすがに私でも恥ずかしいですよ。もうちょっと場所を変えて。あ、口元に何かついているですか？そっちですか？じゃあ、キスのお話は？今指輪をつけようとした時、佐川の顔を見たでしょう。違うんですか？せっかく最高の表情を見せてあげようと思ったのにな。委託組への差し入れは、十王菓子で決まりだね。能力上昇ね。戦場でちゃんと確認した方がいいのではなくて、臨機応変に、円滑に対応、ですよ。勝ったー！さあ、佐川のことを褒めるんでしょ？どうします？負けてしまいました。もう、どうしてですか？精一杯頑張りますよ！こんなところでくじけませんよ！
おいしくふわふわお団子、あなたも一個、私も一個、残りは二人で半分こ。おはようございます。お団子が美味しい。これだけでも3日は生きていけるもん。3日後は飽きちゃいますから、八つ橋でお願いします。ご注文の品物は、またつい食べちゃってました。私ったらもう。せっかくの模擬店ですもの、メニューを全部覚えとかないと。あとでいっぱい作りますよ。はい、ご注文はいかがですか？もう？佐川は可愛いですからね。今は気分上々ですね。任務が多いですよね。私がサポートしてもなかなか終わらないですもんね。任務完了ですよ。抜け漏れは、ああ、ありました。ちょっと確認してきます。メールですね。私が読んでもいいですか？お待たせ。熱々のお茶を持ってきました。あ、湯飲みを忘れちゃった。どうしましょう。今指輪をつけようとしたとき、佐川の顔を見たでしょう。違うんですか？せっかく最高の表情を見せてあげようと思ったのにな。委託組への差し入れは、十王菓子で決まりだね。今指輪をつけようとしたとき、佐川の顔を見たでしょう。違うんですか？せっかく最高の表情を見せてあげようと思ったのにな。
私をもっと見ていてくださいね。アズールレーン、アズールレーン、5周年おめでとう。はい、ありがとうございます。佐川のことが好き好きですもんね。